はい、はい、お願いします。はい、お願いします。今日あの新体制発表会だったんですけど、はい、終わってみてどうでした？そうですね、あの加入してからこのサポーターの方とこういう交流するのが初めてだったんで、どういう感じなのかなっていう、まあ、感触はつかめました、ね。はい、どんな感触だったんですか？いやでもたくさんの人がすごい拍手で迎えてくれたんで、すごい嬉しかったです。もうヴェルディに合流されて、おそらくもう練習もされていると思うんですけども、はい、そのヴェルディというチームは入ってみて、なんか感想とかありますか？やっぱりみんな足元の技術とかしっかりしていて、うん、まあ、その中で若い選手からベテラン選手まで、みんな本当に同じところ見てやってると思うので、まあ、ここで一緒にやっていってれば上手になれるかなとは思いました。でその、まあ、いわゆるヴェルディに入っていく選手として、自分はどういうふうにやっていこうと、こういうところを見せるとみたいなのありますか？そうですね、やっぱり今、特に最初の段階なんで、そのチームメイトのみんなに僕自身がどういうプレーをするのかとか、まあ、そういうのを見てもらわなきゃいけないなと思って、まあ、積極的に、まあ、良さを出していこうかなとは思ってます。でもそれを例えばどういうプレーとかっていうのはありますか？そうですね、やっぱりその裏に抜けるプレーだったり、スピードに乗ったプレーが得意なので、そこを出せるようにとりあえず走ろうかなっていうのは思います。じゃあ最後にあのサポーターに一言メッセージもらいますか？そうですね、やっぱりあの今年はもう J2 優勝して J1 昇格に向けてやっていくので、お願いします。ありがとうございました。